うなぎ屋さんのお得な絶品モーニングにメロメロ。岐阜市にある本格炭焼きうな吉さん、おはようございます。いらっしゃいませ。今年4月にオープンしたこちらのお店、モーニングでうなぎが食べられると話題の人気店なんです。お待たせしました、ミニうな丼になります。ドリンク代プラス440円で朝からうな丼が堪能できます。身が分厚いうなぎを厳選、秘伝の自家製タレにつけて備長炭で焼き上げます。皮はパリパリで身はふっくら、濃厚なタレが食欲をそそります。お吸い物にわらび餅などもついてきますよ。モーニングではうな丼にだしをかけるうな茶漬けや秘伝のタレと一緒に混ぜ込んだ焼きうな握りもあります。東海北陸自動車道岐阜各務原インターチェンジから車で10分のところにありますよ。次はどんなモーニングに会えるかな。メーテレの朝の番組ドデスカでは、東海3県のバラエティに富んだモーニングを毎日1件放送しています。7時50分頃からの放送です。またドデスカチャンネルとドデスカの公式ホームページでは、これまでに放送したお店を紹介しています。ぜひご覧ください。